その時不思議なことが起こった。不良たちに絡まれ崖から転落して死を覚悟した私、山野瑞葉。細かい説明を省くけど、いきなり神様的な存在が現れて天涯孤独のこの18歳にすごい能力を与えてくれた。それはこの世界と異世界を自由に行き来できる能力。勝ったー。これもう進学や就職に悩む必要ないじゃん。私